本日一つ目のゲストは爆弾から一瀬さん、和樹さん、ゆうさん、こんばんは。さあ、すごいコメントが来ておりますけれども、じゃあまずはお一人ずつ自己紹介の方をカメラに向かってお願いします。はい、こんばんは。ギターの、バグダグのギターの和樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんばんは。ボーカルのマリオです。あれ、そうなの。ちょっと、まあ、じゃあユウさんの自己紹介した後にちょっとその辺聞きますよ。ルイージことユウです。よろしくお願いします。お願いします。ユウさん、そうなの、そうなの。先ほどからもうコメントがですね、マリオ数えたら316マリオ来ましたので。マジで。何なんすか。いや、これはですね、このバグラグが所属しているレーベルレジスターレコーズの、まあ、YouTube で配信している動画なんですけれども、うん、そちらの方でスポーツナンバーワン決定戦というのを今やっておりまして、それで何これ、俺が説明するのすげえ恥ずかしい、ね、自分のことなんでね。そうだね。ボーカルのマリオの走り方がどうやらすごいマリオっぽいということで。ボーカルのマリオは、もうマリオって言っちゃってるじゃん。はい、もう何でもいいんですよ、もう。まあ、とにかく走り方が、いわゆる B ダッシュっていうんですか、あ、ちょっと本気出したマリオの走りなんだ。そう、俺それをもういろんなとこで言われて、最近だったらもうもらう手紙にもマリオの挿絵が入ってたり、なんだったらキノコの絵が入ったりとか。こいつらマジで一回本当怒んないと分かんないのかなと。それは不本意なんですよ。怒ってるんですよ、ね、怒ってますよ。だから一回あえて、うん、もう自分で一回マリオを認めてあげた上で、うんうん、怒ろうかなって、うん、あ、じゃあ認めてるんですね。あ、はい、ちょっとだけ。ちょっとそのちょっと分かんないですけど、走る時の格好というかポーズあるじゃないですか。ちょっとカメラさん、これいける、ちょっとどうなのか僕見たことないんで。やるか。違うかもしれないし、まあ、走んなくてもいいんで、なんかちょっとその場でどんなポーズになってるのかなと思って。俺ね、あれね、ええ、恥ずかしすぎて、ええ、一回もあの動画見てないんですよ。本当に。てか、マジっすか。結構、ええ、普通に腹が立って、あれに関して、うん、見れなくて、動画を。でももう周りがあまりにもマリオマリオ言うもんだから、ええ、どんなんなの実際。いや、かっこいいよ。かっこいい。え、ほんと。だって一番なんだから。かっこいいんだ、そうだ、みんなで。かっこいい、マリオいいじゃないですか。うん、悪い気しないな、うん、ちょっとなんか、そのまず走んなくていいんで、どんな感じ。どんな感じ。脇は開いてるよ。脇は開いてるんだ、冷静に。こんな、あ、そうなってんの。なるほどね。じゃあちょっとこれ後で確認しますわ。確認してください。動画の方しましょう。うん、でもみんなそう思ってるからね、うん、でもあんまり言わないでおくれよというね、うん、そう、怒る、本当に。でも次回今度全然走り方変わってるかもしれないですね。いや、今もう仕上げてますから。仕上げてる、はい、新しいフォー、スタイルがね、できてるということですので、ね、はい、ありがとうございます。じゃあコメントもね、すごい勢いで来てますので、ちょっとなんかコミュニケーション取っておきましょうか。うん、王子、和樹さん、なんか話しかけてもらっていいですか、コメントに。グッナイ。寝ちゃうの。これから番組が始まりますから、はい、おやすみなさい以外で、じゃあ、ゆうさん、なんか話しかけてもらって。特にないですね。ない、特にないんですよね。じゃあ分かった、質問が来てるから逆に答えてもらっていいですか。質問ありますか。ありますよ。富山県のあーすけさんから、バグラグ大好きです。新潟の違い保険に参加します。とても楽しみなのですが、メンバーの皆様の意気込みが聞きたいですと。なるほどね、うん、意気込み。いろいろ意気込みがありますよ、それは。そうっすね、うん、生きてるゴミってことかな。そういうわけじゃないね。ですね。ゴミなんだろうね、うん、行ったことないとこもあるよね。うん、新潟はありますよ、ね、新潟はあるよ。新潟はある。あの、あれだよね、うん、郡山だったり、 あとなんだっけ、あとどこ、地理よくわかんない俺もよくわかんない。でも、まあ、行ったことないとこあると、うん、関東なんでね。まあそう、うん、まあ関東、福島、関東じゃない、関東ちょい上じゃない、あれ関東だっけ。どういうこと、話が噛み合ってないと思う。違う質問します。地理ができない人たちになっちゃうんでやめます。山梨県のまどかさんからです。山梨県どこだ、山口とかぶるのじゃない。バグラグの皆さんに質問です。明日から高校で中間テストなんですけど、勉強する気が起きません。やる気が出る方法はありませんか。やる気ないんだからもうやんなきゃいいじゃん。何言ってんの、やる気が出る方法なんかねえよ。冷たいね。でも、まあ、テストはやっぱ受けなきゃいけないじゃないですか、ゆうさん。はい、ね、ゆうさんもなんかわかんないけど、今日生ドアンゲだりーなーみたいな時あるじゃないですか。そんなことないですよ。なんかわかんないけど、このために仕上げてきてるから、やる気が出ない時になんかやる気が出るスイッチ多分みんなあると思うんですよ。スイッチ、ね、教えてもらっていいですか、それ。
いやー、和樹さんが本当そういうのは得意なんで、人に振るやつスイッチいっぱい持って、スイッチいっぱいあるんで、和樹さん今日もう100回目ぐらいで俺に振るの、いろんなことを振らなきゃ喋んないですよ、この人は。そんなことないですよ。じゃあみんな聞きます。じゃあまずは王子から、やる気スイッチですか。うん、どうしたらやる気が出ますかと。やっぱり辛いことを乗り越えた時のご褒美じゃないですか。うん、あ、を考える。そうそうそう、テスト終わった後、そうそうそう、バグラグのライブに行く。そう、それ頑張れたら、さあ、伊勢さんは今模範解答出ちゃったからな、すみません、全く同じこと思ってたしね。嘘だ嘘だ、それ考えてなかったじゃん。嘘だね、一期一句を思う。一句一句あるある、違うパターンもある。ある、なんだろうな、やる気スイッチある。本当にないの。いや、ない人もいるよ。あったっけ、俺って。俺たちない派だから。ない派だよね。うん、やっぱ常にやる気だからね、僕たちは。まあね、そうだね。じゃ、わかりました。違う質問がありました。うん、お、何でしょう。福岡県のゆきじさん、好きな教科教えてください。うん、はい、これいきましょう。これならいける。あるね。うん、教科知ってる。教科今日明日そういうことじゃない。え、好きな今日、好きな今日、何月何日ってことですか。そうですね、俺はなんだろうな、語呂的にはね、うん、6月20日。え、そっちで答えるの。いや、わかるでしょ、大人なんだから。教えるに科目の科で教科でしょ。ああ、教えるに科目の科の方だ。そっちだ。難しいんだな、日本語ってね。難しい。仕方ない。ええ、言わないの。好きな教科なんて。教科、うん、ポッポッポッって言ってもらっていいですか。国語。国語、はい、伊勢さん。なんだろう、そんな考える。でも真剣に考えた方がいい。マジでね、教科はね、なんだろうな、なんか面白い教科なかったっけな。あ、図工、図工。あ、図工ね。ええー、おじゃ、何が好きそうですか。どうですか。知らねえよ。国も押し気味なのに。当ててもらいたいね。なんか当てて当ててもらいたい。コメントで、コメントで書いて、コメントで書いて、何が好きかと思う。じゃあスタジオのリンゴちゃんもせーので答えて。せーの。おー、数学と国語。正解。どれがどれか。どれ自由自由自由。コメントいっぱい音楽とか来てたのに。何。はい、数学です。あ、正、理数系なんだ。そう、理系なんです。あー、理系なんですね。わかんないけど、嘘だよ。適当です、絶対。適当はやめてください。あ、そうそう、バグラグさんのプロフィールまだ紹介してなかったんで。あらら、マリオとしか言ってない。そうだね、俺マリオという。ご紹介しますからね。バグラグさんはですね、2009年8月にボーカリストさん、ギター和樹さん、ギターユウさん、ベースバムさんの4人で結成。2011年11月にドラムマサミさんが加入して現在の5人体制に。バンド名の由来はゲームなどのバグを意味するバグとラグジュアリーのラグを組み合わせた造語で、派手に面白い楽しいことをしたいという意味が込められる。キャッチーで疾走感がある楽曲は新感覚のミクシャーロックと形容されるなど、ビゼル系シーンにおいて唯一無二の存在感を放つバンドであるバグラグ。すげー、これがバグラグでございます。今のって息継ぎしてないんですよね。え、息継ぎってしてますよ、それは。あ、まあ、してるんですね。やってみる。すごいなぁ。カズキが得意です。カズキが102回目、本当に得意。102回目の振り付けは得意だな。台本にあるんですよ。だから滑舌いいのかなと思って。いや、滑舌いいのはやっぱりユウさん。ユウさん、ちょっとユウさんが自分のバンドを滑舌よくかっこよく紹介してるの期待。マジっすか。2ページにあるんで。2ページにある。2ページにある。いけいけ、やってやれ。いけますか。それだね。よし、やるぞ。お願いします。2009年8月、ボーカリスト、ギター、カズキ、ギター。自分のとこで感じなかった。大丈夫ですか。ということでございまして、じゃあ最初のお尻なんでコーナーに行きましょうか。行ってもいいですか。行きますか。最初のコーナーはですね、あ、いいですね、これね、バグラグさんの各メンバーにまつわる噂を事前に調べて、それをご本人に本当か嘘かを答えていただきます。題してバグラグ V 噂の真相。どんな噂だろう。どんな噂でしょうか。和樹が相当溜め込んでるっていう話を聞いたことある。いや、私が調べた方で。あ、そうだ。ユウさん独自のじゃないで。私の方でいいですか。そんなのやれるわけねえだろ。じゃあまず最初の一つ目の噂はこちら。一世の部屋はカオス、物で溢れているらしい。とかいうリアクション欲しいですね。次からリンゴちゃんお願いします。あ、カオス。そうだよ。だから物で溢れ返ってるという。もうやばいっすね。俺あんま言いたくないですけど、うん、今絶賛足の踏み場ないっすね。二人行ったことあります。あ、ある。和樹さん、どうでした。もうなんか一世って感じのものがほんといっぱいあって、可愛らしいけどかっこいい空間です。あ、でも、もうなんかどうでもいい汚いものがいっぱいあるわけじゃなくて、もう洗練された一世さんならではのものが溢れてる。例えば何が溢れてるんですか。
洋服と、うん、あとはねディズニーが大好きなんでディズニーグッズがもう信じられないほどありますね、うん、じゃあもうまさに夢の国みたいな感じだったんですね、かずきさんね。そうです、うん、で楽器もいっぱいあるんですよ、なんかギターとかベースとか、あ、そうなんですか、かっこいいんですよ、なんかいろんなものがミックスされたね、はい、感じの。でも好きなものですよね、音楽系のもの、うん、ディズニー系のものっつって、うん、そうですね、もう好きなものしかないです。あ、それは素晴らしい、うん、ある意味いいですね。いいですね、うん、ということで、ございまして、じゃあ続いての、この噂は本当ということでね、うん、続いての噂いきましょう。続いての噂はこちら、こちらこちらエコーかかっちゃったけど今あ、すいません、もう一度いきます、こちらは全ての私物にサインを入れてるらしい。いいなそれ、俺もやってほしかったな、すげえ悔しいねえくそ。サイン、これだから自分の持ち物に名前を書いてるってことですか。そうですね、なんかまあやっぱバンドなんでこういろいろなものを持ってるわけですよ、はい、でまあメンバー同士被ることもありますよ、うん、そういった時にこう自分のだって分かる方が嬉しいんで、こうタグとかにね自分の名前を書くわけですよ。カズキって子供じゃん。いやでもそれのおかげで、ええ、これどれが俺のみたいなのも解消されたし、本当ねいいですよ。例えばどんなものに書いてるんですか。え、もうほとんどです。もうえほとんど？うん。だ携帯の充電器から、ああ、うん、バッグに入れてるポーチから、うん、そう、まあ。飲み物とかも書くし、うん、ライブの日とかの、俺にも書こうとしてたもんね。それは私物だし、私じゃ俺のだ。え、そうなんすね。え、どういう、え、ローマ字とかで。さ、初めはずっと本当のサイン書いてたんですけど、うん、ちょっと途中がだるくなって、うん、で僕カズキ KZK なんで、うん、KZK って書くようにしました。あ、じゃあそれ見たらこれカズキさんのだっつって。そうです、分かってもらえて、でも最近ちょっと恥ずかしくなったんで、うん、ステッカーに切り替えられるやつはステッカーにしてます。あ、どんなステッカーですか。なんか王子優先とか。あるよそんなの。ありますあります。あ、そうなんです。他の皆様名前は書かないですよね。書かないですね、うん、書きたくないですね極力、うん、ねえ。あんな笑顔で書いてますって言ってた人いたの。こうはなりたくないな、うん、そういう大人にはなりたくない。あんまりだから人には見られないところに書いたんですもんね。そうとかでもね、そうです、見ないところに書いてる。そう、自分しか分からないようなところに書きます。うん、うん、そうでございますのでね、この噂も本当ということでございました。じゃあ続いての噂いきましょう。続いての噂はこちら、 YOU は携帯アプリに夢中で課金までしているらしい。すごい驚かれてますよ、 YOU さん。嬉しかったですね。そうでしょ、めっちゃ欲しいもん、ああいうの。俺も今言って欲しいっすよ、さっきの分、うん、やるじゃん、やってください。わかりました。じゃあもう一回ね、うん、一世の部屋はカオス、物で溢れているらしい。あんますね。違うの、わざわざやったの。じゃあ戻りまして、ゆうさんは携帯のアプリに夢中。何のアプリですか。パズドラっすね、俺が今やってるの。まああんまね、ベタだからやってるってあんま言いたくないんですけど、大体ね、この書き方良くないです。課金までって、課金までって思いません？でも課金して、課金してるんですよね。課金してますよ。してますよ。課金をさせてもらってます。あ、逆にありがたいなっていう気持ちで。ありがたいな、つこんなゲームをタダでやるのや、もったいない。大好きじゃん。課金までって言葉も、ね、これいくらぐらいしてるとか聞いちゃダメ。これはね、言ったら多分聞かれるんだよ。聞かれる。何やってんだこれ。僕ね、パズドラやったことないんでわかんないですけど。マジっすか。そのユウさんが今どれだけパズドラがすごい強いかっていうか、それわかる発言あります。なんかあのね、そこまで強くないんです、うん、下手な横好きって言ってね。全然、そうなの。全然そこまでですよ。なんかすごいモンスターとか持ってないんですか。いや、持ってないです。だって周りの人がすごすぎてついていけないですもん、うん、でも課金したら結構そういうのっていけるんじゃないですか。だからそれに追いつこうと頑張って課金してたんですけど、あ、課金させていただいたんですけど。いいわ、もうめんどくさい。やっぱりなんか周りの人よほど課金してるんでしょうね。そうとも限らないけど、うん、自力でやってる人もね。いや、いないと思うな、うん、でも結構そのバンドマンの方もハマってますよね、パズドラね。ね、他にすることないのかね。ねえ、本当に。あなたですよ。しっかりしてくれよ。しっかりした方がいいよ。曲作ろう、うん、なあ。何かすごいパズドラであの人すげえなって言います、いました。レーベルメイトにいるんですけど、はい、まあ、ブルービリオンっていうバンドの聖火さんって人が、はいはい、
最近始めたらしいんですけど、どうやらちょっとやばいと。え、最近始めたんですよね。最近始めて、ちょっとどうやら取り返しもつかないことになってもうそっちの道へ行ってる恐ろしい噂が。そうですね、お布施って呼んでるのかな、分かんない課金を域を超えてるっていう言い方も変わっちゃってんだ、危ないですね。株買えんじゃねえかぐらい買ってるらしい。マジで。じゃあ今度ブルービルさん来たらね、その辺の噂もちょっと聞いてみようかなと思いますけどもね。はい、それではですね、ここでじゃあバグラグさんの曲いきたいと思いますので、曲紹介をお願いします。はい、聴いてください、不気味。お届けいたしました、不気味でございます。こちらね、5月22日に一般流通版のデフォーでね、文明開化でのリリースされますけど、そこにも収録されておりますので、888感想とかも書いて、感想とか書いたらゆうさん読んでくれるから、これきっと感想をコメントで、心の目で読んでいらっしゃるよ、これ心の目で。なんて書いてありました、なんか、今日は晴れるでしたねみたいなとってもいい話があった。雑だな、雑談。そうっすか、来てる、あ、来てますよ、ほら、ゆうさんかっこいい、かっこいい、かっこいい、素敵です、インストいきます。 BB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 B
うん、ライブ行きます。いっぱい素敵な感想が来ております。さあ、それでは、あ、ちょっとメール1個紹介しましょうかね。島根県の桃吉さんから爆落さんに質問なんですが、バンドをするにあたってこれだけは忘れるな、または注意しろということはありますか、ということで、桃吉さんがバンドを始めようとされてるんですかね、島根のね。桃吉さん、うん、桃吉さんか。桃吉さんに食いつかないから、あんまり名前を変えた方がいいかな。名前はいい。いや、このバンド名じゃないから。ああ、そうだね、わかりますよね、ペンネームボーカル桃吉はちょっとやだ。桃吉さん忘れてください、一回ね。なんだろうね。じゃあ、お一人ずつ聞きましょう。なんだろうな、スタジオ代とか払えないメンバーが出たり来たりするからね。シビアだな。マニアックなこと。あ、そうなんですか。そうなんですよ。だから大体建て替え、うん、頑張ってバイトしてる人が建て替えたりして、うん、バンドの関係がギクシャクするっていう、うん、それに気をつけてください。やっぱメンバー間のトラブル、そう、メンバー間の金銭トラブルだけやめましょう。なるほどなるほど。そのバンドね、組み立てでの時とかね、はい、スタジオ借りるのみんなでこう割っていくわけですね、うん、そうするときにちゃんと払えるように、そうですね、金銭関係はうまいことやってくださいよという、うん、ギクシャクするんでね、うん、でもこれ意外とリアルにいいアドバイスかもしれないですね。リアルにいいアドバイスだね。大事って書いてある、ね、あるあるなのかもしれないですね、うん、はい、伊勢さんは、なんだろうな、でもやっぱね、メンバー感だと思いますよ。メンバーと楽しく、うんうん、過ごせないと結構しんどいっすよ、嫌いな人といても多分。あ、じゃあ組む時にもうまず嫌いな人さん入れるなって、うん、吟味した方がいいですね、それは。絶対後悔するな。あ、そうなんですね、やっぱ人柄とかそういうのも大事だよと。絶対大事です、いうことですね、わ、うん、かりました。あ、いいアドバイス。はい、王子は。そうですね、メンバーの一人は絶対綺麗好きな人がいた方がいいと思います。ほうほうほう。それはどうしてですか。やっぱ僕たち機材車がすごい汚くて、うん、そういう人がいないんですよ。なんで本当にもう無法地帯です。いないんすか、誰か。いないです。僕ね、うん、比較的そういうの やらなきゃって思うタイプなんですけど、うん、みんながやらなすぎて、うん、もうなんかみんなの毒気に汚染されてます。染まっちゃって。そうそうそう、多分本当にガラッて開けたら不気味でびっくりしますよ、機材車。やばいっす。こちらも不気味で、かなり不気味だよね、あれはね。そうだね、いつのこれっていうのは、うん、誰が、じゃあ誰も掃除しないんですか。いや、スタッフさんがやる、まあ、気づいたら綺麗になってることですね、うん、それ誰がやる。いるのかな、お母さんみたいな人が。いや、そうだね、多分いるんだろうね。感謝、そういう人に感謝、感謝してます。感謝してる。本当に感謝。なるほど、まあ、じゃあそういうスタッフさんがいたらいいけど、なるべく綺麗好きな人一人入れると、そうですね、今後いいよという、そうことでございます。素敵なアドバイスありがとうございます。さあ、それでは続いてのコーナーに行きます。続いてのコーナーはですね、メンバーさん自身がインタビュアーとなり、他のメンバーにインタビュー形式で質問をしていただきます。題してバグラグ V インタビュー。インタビューでございます。で、今回はゆうさん。え知ってましたよね。びっくり。いや、知ってましたよね。台本にもなんか書いてありますもんね。ゆうさんから他のメンバーに質問を投げかけていただいて、お願いいたします。よし、
じゃあ一星くん、はい、東京ドームでライブができる代わりに、はい、ディズニー一生禁止と言われたらどうしますか？何そのインタビュー究極の選択みたいなやつですね。来たね、究極系。東京ドームでライブができるけどディズニーはもう一生出入り禁止になっちゃう。もう出入り禁止どころかもう所有することすら、所有することすら触れちゃいけない、ディズニーに。ダメです。どうします？どうしよう。どっち選びます？俺がその時ディズニーキャラになってたらいい。え、ダメダメって何？どうしようかな。こうかなりきついな。でも最後にお別れ会をじゃあ東京ドームでやるとして、ディズニーの仲間たちをみんな集めて、うん、至るところから、うんうん、で最後にこう、うん、ありがとうございました今までっつって、うん、お別れ会をして、あ、いい暗号、うん、それはいいですか、ゆうさん。ダメですね。ダメなんで、厳しいよ。ダメなんですって。もう本当にもうディズニーはダメなんですって。うん、どうします？5分もらっていいですか？そんな考えるの？そんなもう決められないんだ。いやでもね、そりゃライブできた方がいいですよ。なるほど。本来は。じゃあ東京だからバレないように、うん、こそこそ。ダメ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 、厳しいな、厳しいな。禁錮50年で捕まるの？法に触れてんの？あ、そう。なるほどね。厳しいな。でもまあもしこんな究極の二択があったら東京ドームでライブを選択するということです。テイウさん、かわいそうですね。ふざけんな。で、伊勢さんにもありますか、インタビューは。カズキ。あー、カズキ、カズキさん、はい。カズキさん、はい。あなたさっきも暑い暑いっつってね、うん、困らせてましたよ、スタッフさんを。そんなことないです。暑い、汗かくっつって、ね、汗止める代わりにギターが、またあれちょっと下手になったらどうする？何そのどうしますか質問。どうする？え、な、え、もう一回言ってもらっていいですか？汗を止める代わりに君の、うん、今後あまり汗をかかなくなる、その代わりに、うん、ギターがちょっと下手になる。どっちがいいかっていう。まずそのギターがちょっと下手になる具合が分かる。あー、ちょっと確かに。あのね、バンドマンにあの人ぶっちゃけあんま上手くないよねって言われる。そのレベルね。そのレベル。正直それは嫌だよね、やっぱり。うん、で、間違ってんのが、俺ね、汗かくのが好きなんですよ。お、じゃあむしろ友達は嫌なんだ。そう、かいてるぐらいがちょうどいいんです。ただ、汗かくと困るのは、こう、スタッフの皆さんなんですよね。あ、汗かいてる、うん、暑いんだろうな、うん、温度下げなきゃ、みたいな気使わせちゃうのが嫌だってだけで、うん、自分自身は汗かいてたいです。むしろ、うん、汗かいてる方がテンションも上がるし、楽しいんですよ。そうなんすね。そう、この人汗でエピソードがあって、ワンマンの前に機材が壊れたんですよ。で、原因が何だって言ったら、どうやら汗じゃねえかって。本当に。あ、じゃあ汗かきなんすか、結構。そうです、汗かきで、もうすごい量の汗かいちゃうんで、そうで、機材とかにもやっぱハッとかやると、ね、飛んじゃうんでしょうね。塩水だもんね、言ったら。そう、確かに塩分ね、含んでますからね。壊しに行っちゃった、うん、そう。でもやっぱ汗かいてないカズキなんてね、うん、羽のない天使みたいなもんじゃないですか。どこだ。例えがちょっとよくわかんない。禁錮50年です。いや、今のね、禁錮50年。もう逮捕だよね、今の。逮捕今の逮捕発言だよね。はい、怖いな。わかりました、ということで、インタビューでございましたけれどもね、それでは、そろそろ、バグラグの皆さんとお別れの時間がね、近づいてきてるということでございますけど、最後にですね、皆さんにとってライブとは何か、こちらをですね、色紙に書いて、あ、すごいコメントでーって来てます、よし、じゃあちょっと書いてもらってる間にメール1枚紹介しよう。じゃあどなたか、誰か代表してライブとは何かね、バグラグさんにとってですよ。じゃんけん、じゃんけんで、いえー、なんで勝った人じゃねえ、負けた人だよ。誰、誰かくの、よし、こ最初はグー、じゃんけんぽん。嘘でしょ。ゆうさんが書くね。気になるな、いいこと書くんだよな、こういう時ね。じゃあね、楽しみだ。ちょっとメール1個紹介しますね。大阪のアンパンさんからです。アンパン、名前にさっきからこいつ失礼でしょ。一星さんに質問です。
はい、私のおじいちゃんはオムライスにポン酢をかけます。おお、そこで質問なのですが、ポン酢好きの一星さんはオムライスに何をかけて食べますか？ケチャップですね。普通。はい、終わり。待って待って待って。さあ、そうこうしてるうちに、あ、じゃあこの今書いてもらってる色紙とポスターとステッカーをプレゼントする人を決めますね。何で決めるんですか？あ、じゃあね、バンド頑張ろうとしてる島根県のももきちゃん、おめでとう、プレゼント。そう、これあげるんですよ、ももきちさんに。これが原因でメンバーと揉めるっていう可能性。そんなこと書いてるんですか？いや、大丈夫です。わかりました。じゃあそれでは発表していただきたいと思います。バグラグさんにとってライブとはこちらです。見せてください。汗をかこう。汗、いい、繋がった、なんか繋がりましたね。自分の CD の前に置いちゃったからね。あ、これ自分の子じゃないからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。自分汗ですか？汗です。どういうことですか？もうライブといったら汗をかいてなんぼと、うん、はい、汗をかくとためのね、場所ですね、うん、っていうところです。スポーツ熱いですもんね、汗をかくと、はい、でね、お客さんも汗をかいて、みんなで汗をかいて気持ちいいぞと。気持ちいいぞということでございます。素晴らしいメッセージありがとうございます。それではここでですね、バグラグの皆さんからお知らせをしていただきたいなと思います。お知らせこれですよ。いただく方はどなたですか？はい、お知らせがあります。たぶん違う人がやるんじゃなかったですか？いいんですか、王子で。なんでもや、なんでもや、なんでもや。じゃあ告知をさせていただきます。お願いします。いいな。はい、バグラグさん、9月25日にニューシングルひっちゃかめっちゃかをリリース決定します。すごいタイトルですね、これ、うん。じゃあ次言っていいよ。はい、これ、分量制になった。なんと5月22日に RIP 不気味ライブトゥーラブ一般流通版文明開化を急遽発売するんですって。いやいや、俺まだ見てないんですよね。ここにもあるよ。そう、あります、ありますよ。え、そうです、だからあげます。おー、このタイミングね。、はい、ありがとうございます、いただきました。で、このタイミングでいただきました。だから明日ね、明日ですよね、だから5月22日って明日でございますのでね。それちなみに俺の懐で温めたバージョンなので。ほんとだ、超あったかい、はい、ぬくもり好きで。すごい、もし豊臣秀吉だったらもう天下取れましたよ。天下もう取りますよ、完全に。取りましょう、取りましょう。ありがとうございます。はい、はい、そしてまだまだありますね、はい、バグラグワンマンツアー2013年凱旋パレード決定しております。イエーイ、ライブ行きたいって方たくさんいましたんで、こちらチェックしてください。はい、あとですね、携帯サイトポケットバグラグ会員限定ライブ裏文明開化アフターパーティーと題しまして、6月22日土曜日恵比寿リキッドルームで行われるので遊びに来てください。はい、そしてですね、先ほどね、この文明開化に収録されている曲がですね、今日からドワンゴ JP で配信が始まるということでございますのでね、そちらをチェックしていただければと思います。さあ、そんなわけで残念ながらバグラグの皆さんとはここで一旦お別れとなるんですけども、この後ね、本編終了後プレミアム会員の方だけが視聴できるシークレットコーナーには登場していただきますので、ぜひ番組までに、プレミアム会員に登録して待っていただければと思います。緊張する。プレミアム会員の方ですか、はい、なんでですか。いや、なんか有料プレミアムな人だね。もう課金を経験してる人だから、もう答えないとね、ちゃんと頑張ろう。プレミアムなことしよう。頑張ろう。まあ、ほんのちょっとのね、時間ですけどもね。そうか、自由さんが気合が入って現れるということですので、皆さんぜひプレミアム会に登録して待っていただければと思います。今夜一組目のゲストはバグラグから伊勢さん、和樹さん、ゆうさんでした。ありがとうございました。